前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。今日はですね、10年一気を磨くというテーマでお話をしていきたいと思います。私ですね、文章の書き方の講座であるとか講師の仕事をやっておりますと、今年はですね、コロナウイルスのせいでですね、そういう風な、せっかくそういうお話をさせていただく機会がですね、コロナウイルス蔓延のせいでなんと研修自体が中止されたりとか、講座がなしになったりとか、そういうこともあるんですけれども、まあそういうのに負けてずにやっていきたいなという風には思っています。今社会人の方であるとか高校生の方、中学生の方などにですね、文章の書き方をお伝えする機会が多いですし、今年は専門学校での講座っていうのもやらせていただくというふうな予定もございます。その中でですね、私、まあ文章の書き方をやっているので、なんか藤本さんの好きな言葉を教えてくださいみたいな言われることって多いですよね。なんか名言を教えてほしいとか。で、その時私が言うのはこの10年一見っていうお話です。これ何かというと、まあ四字熟語ですね。10年一見、10年一見を磨く。これ何かというと、一つの剣、まあ日本刀とかって研ぐのに時間もかかったりするわけですし、またあの剣道のとか、あるいは何とか道と言われるものってありますよね。そういったものってずっと続けていくことでですね、見えてくるものがあるわけですよね。はい、千の修行を端とし、万の修行を練とするみたいな、はい、宮本武蔵のセリフもありましたけれども、要はですね、ずっと長い間やり続けていく、そうやって見えてくるものや日々修行する中で見えてくるもの大事にしようみたいな話、これ日本人的な DNA に通じているものがあるので、私も好きな言葉なんですよね。だからですね、私あの高校教員の時もですね、卒業式であるとか、あるいは何らかのですねお話をする際によく言ってたのは、この10年一見を磨くというところなんですね。何かというと、何らかのものでも長く続けないと見えてこないものってあるわけですよね。まあ私もまだまだ若造なので、あんまり人のことも言えないんですけれども、まあ初めて3日とかで見えてくるものよりは、初めて1年やって見えてくるものの方がやっぱ深いわけですよね。で、1年よりも3年、3年よりも10年の方が深くものが見えてくるわけですよね。とで、私自身今ですね、毎日ブログを書き始めて3年半ぐらいが経っていますと。で、3年半やってくるとやっぱり見えてくるものもあるんですが、やっぱりもっと深いところもあるわけですよね。で、メールマガジンも毎日書き始めて2年以上経っていますけれども、毎日書き始めて2年経つからこそ見えることもあれば、もっと長くやったら見えてくるものもあるわけですよね。また講師業みたいなこともやらせていただいていますが、講師業も、まあ、1年やるよりは3年、3年やるよりは10年やることで見えてくることってあるわけじゃないですか。だからですね、私は意識的にですね、大ベテランとか大先輩みたいな人の話を聞く場って本当に大事にしたいなっていうふうに思っているんですね。まあ、なんでかと、その道をずっとやり続けた人じゃないと気づけない到達地点があるわけですね。それを最近実感したのは、ジャパネット高田の元社長の高田明さんの講演会に行った時ですね。これはですね、札幌商工会議所を主催で行っていただいた大変ありがたいイベントでございました。これですね、タイミングずれてたらですね、コロナウイルスのせいで中止になってましたからね。だから本当にいいタイミングでやっていただいたなっていうふうに大変感謝していますと。で、ジャパネット高田の高田社長はですね、テレビショッピング十数年ずっとやっていますけれども、それ以前の段階で実は下積みというか修行の時代があったっていうふうにおっしゃっていました。まあこれが何かと言いますと、もともとはですね、佐世保、長崎県佐世保のカメラ屋さんで、まあカメラ屋の、要は後取りみたいな形と言いますか、はい、カメラ屋が父親の会社なので、そこで入って働くような形でやってらっしゃったんですよね。ただ、フィルムとかカメラってなかなか売れないですよね。だからどうするかって営業に行くっていう必要があったそうです。で、どういう営業したかというと、あるホテルがあるんですよね。はい。ホテルがありまして、そこでは社員旅行で、まあ当時まだ80年代とか90年代ですと、宴会があったんですよね。だから社員旅行で宴会を行うと。で、その時に頼まれてないけどカメラマンとして行って、ああ、じゃあ皆さん笑ってください。はい、チーズとか、ああ、なんとかさん素敵ですよね。じゃあ撮りますよ。みたいな。笑顔の写真とか宴会の写真をどんどん撮っていくんですって。で、何をするかというと宴会を撮るじゃないですか。で、宴会終わった夜の間に事務所に戻って現像すると。で、それをもって早朝行くんです。で、早朝の朝ごはんの時とかに前回の宴会の写真をずらっと並べて1枚500円で販売すると。そういうビジネスをなさっていたそうですね。これなかなかやるの大変だったそうです。なんでかというと、まあ、例えば頼まれてない写真を撮りに行くと。で、なおかつ写真を撮ったところで買ってくれないことが多いわけですよね。だから全部売れることってそんなにないっておっしゃってました。でもですね、はい、それやらないと、はい、生活が成り立たないと。っていうことは、ちょっとでも買ってもらえるするために、例えばですね、笑顔は笑顔でも、本当最高の笑顔じゃないと買ってくれないっていう気づきが高田さんあったそうですね。じゃあどうするかというと、はい、相手が最高の笑顔になるまでずーっと相手を盛り上げてから写真を撮るみたいなことであるとか、一人でもよそ見をしてたら、その人買ってくれなくて、全員の視線を集めるために必死でトークを勉強するとかなさるわけですよね。
また他にもですね、その団体旅行も全国各地から来てますと。だからどの地方から来る人で寄っても、まあ受け方とか買ってもらえる写真とか写真に協力してもらうトークの仕方が違うっていうのも学ばれたそうですね。また職業によってもですね、例えばこの職業の人はなんかこういう言い方をしたら写真を買ってくれたりするし、この職業の人はダメだったりするみたいなところも実践の中で学んでいかれたと。だからですね、こういう日々写真を撮りに行って、夜事務所に戻って現像して朝売りに行く。結果的に考えるとこれですね、同じホテルに1日2回行くわけですよね。で、これを1日も休まずですね、16年間やられたっていうお話をなさっていました。これがすごいなって思いました。だからぶっちゃけ言うとテレビショッピングやらなくてもこれでうまくいっちゃう人だったかもしれないですよね。でも何があったかというと、まあ、例えばその写真を撮っても買ってくれないっていう時に、ああ、もういいや、やめようと思った日もいっぱいあったと思うんですけど、それでもやり続けたと。10年やり続けた、10年どころか16年やり続けたからこそですね、その仕事は途中でやらなくなったにしても、テレビショッピングで物を買ってもらえる、そういったトーク方法に進化したんですよね。つまり一つのことを続けるだけで、それが他のことにも通用するスキルになっていくっていうのを私、高田さんからそうやって教わったんですよね。だからそういう大先輩の話を聞くと非常に勉強になるんですよね。例えば私のブログの師匠である板坂裕次郎さんっていう人がいるんですけれども、その人は10年以上ブログを毎日やってると。私はまだ3年半なんで、あ、めっちゃ叶わないなと。で、私がだから10年続ける時にはですね、裕次郎さんが13年とか15年とか16年とかやってるわけですよね。あ、絶対勝てないなと。でもそれだけやってる人だからこそ、見えるものとか分かることとか見えている世界があるんだろうなっていうことで、だからそれを知るためにわざわざ講演会とか行ったりするわけですよね。まあ何かというと、まあ一つのことを続けるって本当大事だっていうことなんですね。まあ例えばですね、3年半、まあ計算しやすいように3年半を1000日だとすると、はい、1000日間何かをやり続けるって結構難しいんですよね。まあ例えば何かというと、1000日間毎日やったことって実はないかもしれないんです。まあ何かというと、朝起きる。まあ、これもですね、1日ぐらいインフルエンザで寝込む時あるかもしれないので、だから1000日毎日起きてるかってそうでも限らないですよと。で、飯食わない日もあるかもしれないです。だってめっちゃ残業しまくったりとかして寝ない日もあるわけですよね。だから寝るとか、飯を食うとか、そういうレベルであっても1000日毎日やり続けてないんですよね。毎日やってるんですよ。多分トイレぐらいだと思うんですよね。これ本当です。あるいは例えば着替えをする、お風呂入るっても1000日毎日やってるない人もいるわけですよね。はい。まあ、毎日やってる人が多いと思うんですけど、でもそういうものでさえ、要は生活必需品とされているものでさえ、やらない日って意外とあったりするかもしれないですよね。例えばキャンプに行ったらその日はお風呂入らなかったりするわけです。だからお風呂毎日入るっていうのも達成できないですよね。だから生活に関するものでさえ1000日やるのって難しかったりすると。それにもかかわらずブログ毎日やってたらやばいっすよねと。はい。っていうことになるわけですね。だからそれも剣道の修行とかも、例えば1000日連続でやると。だから寝込んだりした日があったとしてもやるとか。そういうところってやっぱり、まあ、ある意味クレイジーなんです。本当は寝てた方がいいじゃんって言われると。だから私も風邪ひいててもブログ書きますし、動画も撮ったりすると、まあ、クレイジーだと言われますが、なんでやってるかというと、それ続けないと見えないものって当然あるからですよね、と。だから、一つのことでもいいから10年やり続けると、それだけで、なんだかの使い物になるよというのは、この10年一見を磨くという意味でございます。だからですね、やり続けるって本当大事だなと。情報発信もそうですし、例えば起業するとか、何か自分のやりたいことをやっていくとか、あるいは自分がこのことをぜひ世の中に広めたいっていうことはどんどんやり続けていった方がいいんですよね。例えばゴミ拾いをやり続けてですね、世界的に有名になった影山秀三郎先生。それは誰かというと、イエローハットの創業者ですよね。まあこれ本当尊敬する人が多かったりするわけです。まあやり続けるということがいかに大事かっていうことを意味します。で、やり続けるっていうのは本当大変なんで、風邪吹いたり、雨が降ったり、熱が出たり、飯食えなかったり、お金がなくなったりしてもやるってことですからね。これ結構本当に大変なんですよね。だから私も毎日ブログ書いてますけど、毎日死ぬ思いで書いたりするタイミングもあります。まあ楽しくやってる時もあるんですけどね。そういう日は多いんですけど。でもそうやってやってるとですね、あ、なんかあの人叶わないなとか、あの人やっぱすげえなって言われるわけですよね。だから成功をうまくいって、うまく成功したとしても誰からも嫉妬されないわけですよね。だってあんだけやってたらしゃあないじゃんみたいな。はい。大事なのは何かをやり続けることですね。やり続けたら何らかの結果が出てきますと。で、うまくいかない結果が出てくることもありますが、それでもやり続けていくと何らかの変化が出てくるはずです。で、実は10年一見を磨くってやると、これスキルだけじゃなくて自分の心とか、自分の考え方とか生き方もやっぱ磨かれていくんですよね。人間性も当然磨かれていきますと。で、実はそういうところができるのが何かを続けるという良さですよね。だからですね、まあ、三日坊主がしんどいから、あんまやらないという人もいるかもしれませんが、もし続くものがあるのであれば、やり続けた方がいいですよね。
で、私もですね、ブログは10年続ける、そしてそれ以上ずっと続けていくっていうのは、まあ、情報発信をずっとやっていくっていうのは非常に私でも考えていることでございますので、ぜひこの調子で頑張っていきたいなというふうに思います。また、まあ、新卒で仕事つく人もいると思いますけれども、まあ、10年一見を磨くという形、要は続ける中で何らかの発見があるよっていうふうに考えていくのって大事ですよねと。まあ私前の職場4年で辞めた人間なんで、満卓10年達していないんですけれども、まあそういう私でもですね、ブログは毎日続けられているというところがありますので、何らかのこの情報発信がですね、あなたのお役に立てればと思っております。というところでですね、まあ10年一見を磨く、何かをやり続ける大事さをぜひ、学んでいただければと思っております。まあ、こういった情報発信をですね、毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄からですね、メルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございました。